待ってる？おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここはどこですかね。茨城県の、はい、霞ヶ浦ですね。トミーモーターランド、はい、ここで、鶴野さんの、はい、オールスター感謝祭そう書いてあるからしょうがないよね、うん、オールスター感謝祭や、はいはい、遊び来ました。これ決まったのもね、つい最近で1週間前、はいはい、お誘いいただいてもうすぐ行きますということで来ました。なんかいろんな芸能人、バイク好きの芸能人が来るでしょ。はい、らしいですね。ナッチ、ナッチ、ナッチさん、ナッチ、ナッチ、ナッチさん、いいですか、いいですか。大丈夫ですか。ナッチ、釣り岡出たのはないよね。ないですよ、出してくださいよ。ほら、今出てる、出てる。あ、やったやった。よし、行きゃもうチェンジオーバー。本物だ。ありがとうございます。もう見させていただいてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。釣りじゃなくてバイクということで今回は。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい釣りがすごいですよね、船で。いやいやいや、こんなやつ大物かな。でノッチもだってほら釣りしてるっていう体でしょ。はい、大好きですよ。体なんですか。二級船舶免許を持ってます。へぇ、一緒一緒、はい、ありがとうございます。呼んでください、僕、釣り岡。あ、はい、釣り岡呼んで、はい、じゃあよろしくお願いします。めっちゃよろしくお願いします。めっちゃいい人。めっちゃいい人。のち、はい、すごい、すごい貯金あるらしいよ。バイク盗まれたんですか。すごい貯金がある。え、貯金ないですよ。あるんですか。あとでこっそり。さあ、ということで、これはなんか鶴野さんのチャンネルが5万人いた記念みたいなイベントで、はい。まあなんかガチな人がいっぱいいるから怖いな。プロの方たちね。鶴野たけしです。よろしくお願いいたします。ババラまばらなこの拍手がいい感じですけど、まあ今日はもうね、素晴らしい天気に恵まれまして、もうまさにバイク日和と言っても過言じゃないと思いますけれども、もう本当にもうオンロード界、そしてオフロード界、まあそしてまあ芸能界、プロ界、そして YouTuber 界と、もう今日は本当にもうバイクというキーワードを一つにですね、まあこれだけの皆さんがお集まりいただきましてありがとうございます。我々のチャンネルがですね、おかげさまでもう6万人を、まあ、今年の3月に立ち上げたんですけども、6万人達成間近ということで、まあ、今日ちょっと YouTuber の方が来てるので、もう100万人クラス の YouTuber が来てるので、まあ、6万人とちょっと恥ずかしいんですけど、まあでもなんていうんですかね、このバイクっていうまたこのね、キーワードの中でのジャンルっていうのは一つこのちょっとこうマニアックというか、そういったジャンルだと思いますので、まあ、これからそういったこうバイクの、まあ、オンもオフも全然こう関係なくですね、このバイクの素晴らしさ、楽しさをですね、伝えていけるような番組にしていきたいなというふうに、思っておりますので、まあ、これからも皆さんの、ちょっと力をお借りしまして盛り上げていきたいと思います。今日も本当にお忙しい中、たくさんの方が来ていただきましたけれども、とにかく大岡さんもどうも。もうね、どうもです。でもほうかさんはもう最初の頃からずっとね、参加してくださって、もういいんですか。はい、あ、そうですか。大丈夫ですか。
早速すごかったね、すごかったね、各チーム第一ライダーの方は50秒お願いしま す, すごかったですね、チーム員の方は馬を欲しくなりますのでバイクを支えるということをお手伝いお願いします。トライアルのショーとかだと見てる動きだけどちょっとバイクが準備が整いしたい、軽くない重いよみたいな、スタートを行います。すげー、さあ、はい、ちょっと見せてください絶景、はい、それで、徳ちゃんと宗さんが同じチームで、ここの名前入れ替えて、これ違う、俺の先やろ、まあ、左やろ、うん、なんでそっちやなかったおかしか、俺のチームはねこんな感じいや、こっちはダメです、おもち久々やチームですか。今日もう別にバチバチですから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。想像以上に豪華。頑張りましょう。第三走者。第三走者。はい。はい、よろしくお願いします。鈴木チーム頑張らないとですね。ポッポもよろしくお願いします。ちゃんと走ります。楽しみましょう。すみません、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。頑張るぞ。無理しないでね。うん、大丈夫ですか？はい。はい。怪我されてる。ちなみにですね、あの第二ライダーの方も早めに準備しておいてくださいね。第二ライダーの方結構もう一周もう。徳ちゃん第四走者。第四。ちょっとずつこうチーム感が、はい、ババプロの後に。え、これ出るんすか俺？出れるんすか？大丈夫です。やば。やば。サガヨカすか？釣りヨカすか？サガヨカの。サガヨカ。サガヨカ出れるの？やば。大丈夫ですか？めちゃくちゃ見てます。オフロードの、はい、あの講師として今度教えてもらえるかもしれないので。そしたら俺があのエンディ最初のやつ歌っていいですか、みんなさ、いやそれはそれはダメ、それは釣りよかなんで、じゃあで、ね、僕らのチーム、我がリーダー、僕らのリーダーリーダー、木下ほうかさんです、よろしくお願いします。釣りよかに加えてください。いやもう全然釣ってください。じゃあ鶴野さん人気ないんですよ。よろしくお願いします。人気ない。ポーカドー、うん、まあ、まともにやってないけど、あーいやいや面白いからね言っとくけど、てかもうもっともっと言えもっと言え、もうあのね釣りよかよりおもこれ始まった。え、これ本番？これ本番も？もう本番みたいな。ビーワイドで試験に入っていきましたよ。さあこれを追うのが本田チーム岡崎静香。はい皆さんごめん、はい帰ってくださいね。さあただいまこのオープニングアップ、トップで行っているのは鈴木チームですかね。小川ちゃんがトップ。あ、岡崎静香が一気に2番手だ。さあ、3番手にダイス。あー、なんで3番手が横なんですね。あー、きっと一挙落ちてくるんですね。そうさあ、現在のオープニングラップ、トップで戻ってまいりましたのは小川ちゃんチーム、鈴木チーム。ご注文の人、頑張って頑張って、ファイト
は1位なんだね。1位だよ。次よ、ババちゃん。いや次トクちゃんよ。次トクちゃん分かっとるよ。ババちゃんね、多分ね、うん、釣り岡に関わったババちゃんね、結構ポンコツ多いもんね。数々のババちゃん、今までのババちゃん、でも数々のババちゃん、ほら何しとんねん。もう痛い痛い痛い。準備よ準備。さあさあ、もうチームが大変なことになっている。こっち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 待っててこっち。すげえの。さあ風船を、はい、風船を狙ってください。さあ徳ちゃんいった。さあ、本田チームが圧倒的なマージンを崩していますよ。第4ライダー、こちらはコキちゃんですかね。第4走者のコキちゃんがかなりのマージンが気づいて A コースが入っていきます。今、高速の切り返し。さあ、徳ちゃん帰ってきた。1位のまま。お、後ろユッキーじゃん。さあ、さあ、さあ、さあ。山犯人だよ。上がったよ。上がったよ。さあ、徳ちゃん、風船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 。風船潰して。さあ、チーム大丈夫かな。さあ、ホンダがいい調子だ。早っ。1個だけ、はい、まだまだ1ラウンド目ですけど、あ、まだ優勝じゃないんだ。マシンが戻ってまいりました。ピットインする時にむちゃくちゃ早かったので、よろしくお願いします。お願いします。はいはい。はい、あの審査員の方のね、あのチェックによってはもう全然マイナスになっちゃいますから。違う人回ってきてなきゃ入れてます。いや、みんなでね、やっぱゲームをクリアしていくっていう。はい、むっちゃ悪かった。番組なんで。こんなになってるもう全部。さすが曲がってる。番組放送になります。普段。始めますよ。お願いします。お願いします。めっちゃ仲いいんですけどね。ダメ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 行かせて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 行け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 て。もしかするとこのコース上でのりこ選手大丈夫ですかね。もしかしたら鈴木チームギャップなくしちゃうかもわからないですよね。いいよ、いいね、ライダーじゃね、あそこまで一足で行ったっしょ。はい、リスクは応援する木製一足で行けるか。はい、250cc ですよね。はい、でも一足で行けるか。自分ぐらいボディで。今になりましたね、コーラで。さあ、やはりね、コーラで順位がどんどん上がりますね。あ、好き
けをどうにか取りたいんだけど、取れたかな。頑張れ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 。さあ、コーラに頑張れ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 。逆効果ですね。3万回転乗ってるでしょうか。関東那須さん、川崎が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 邪魔だ。川崎が第3の平島の追加でめっちゃいいですね。さあ、ホンダチーム、ヨリコちゃんが頑張っているんですが、おっ、おヤホーチーム、おっ、来ました、オーカと RG の戦いだ。頑張れ。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。早いですね。めっちゃ岡さん上手。てか、そっちのチームみんな早すぎ。早かった、うん。僕だって20代の時ミニバイクレースちょっとやってた。ああ。なんだ、覚えてて、その感覚。徳ちゃんも行動でね、レースしてた、ね。そうね。そうそうそう。あのね、ピカピカするやつ。楽しかった。この後、どこに行くんでしたっけ？筑波を絶版社会に行って、はい、結果発表。あ、だからこの後、わけわからん加算があるかも。でも僕らはそこ良かったですもんね。うん、だから分かんない。いやいや、僕何もしてないですね。なんか商品とかあるんですか？30万円。マジ？うん。優勝賞金30万円。だから SNS でも予想されてるんですよ。4チームどの位置になるかっていうのが。そこでもなんかそれもポイントに関わるんで、はい、ああ、なるほど。もうだから期待しちゃダメ。絶対もう勝ったとか思ったからなんか落とし穴になるから。じゃあとりあえず一旦、はい、お疲れ様でした。移動しましょう。はい、お疲れ様でした。楽しかった。楽しかった。楽しかった。はい、ということで、楽しかったですね、レース。面白かった。めっちゃ面白かった。はい、どうも。どうも、はい、水野さんです。マネージャーです。お疲れ様です。なんかこれ半分空いてるよ。え、本当や。はいはいはい。でここでなんかあの表彰式とかあるんですが、はい、まあ、名前見てください。筑波絶版社が最高。はい、いいね。いいですね。絶版ワクワクするね。ね、うわうわ、目の前のがいい。お、すげえ。RD2班。あ、これ皆さん多くない？あ、いらっしゃいませ。これ用来買わないかな。いやでもやっぱショートヘッダーよりこっちがいいね。そうね。あ、ほらキム、目の前にあんじゃん、4方。あ、こっちだよ。4方。これは CG1800 ワットかもあるよ。4方キムが欲しがってた4方。あ、いかんね、これ見てしまうとやばいね。うん、やばいやばい。俺もね、結構ね、黙っとるけどテンションぶち上がっとるけどね。今から表彰式です。はい。なんかその走った順位のポイントだけじゃなくて、うん、その SNS、Twitter の、まあ、誰が1位になるか、うん、投票のポイントもあるらしいので、はい、Twitter で入れてくれた方々、はい、ありがとうございました。宗さんはまだ入ってないです。結構ね、リプで入れました、入れましたってもうね、もううん十万人の人が。いやいや。一人。はい、じゃあ皆さんお揃いでしょうか。では発表します。第3位から発表したいと思います。4チームありましたか。はい、もともとの点数が26ポイント、ツイッターによる投票が、
全部で3000以上の応募がありました。それを、パーセンテージ化しまして、それを、パーセンテージをポイントとして足していきました。それが13ポイントで合計39ポイントでヤマハチーム。では続きまして第2位を発表したいと思います。もともとのポイント16ポイント、ツイッターによる投票 42% で42ポイントとしまして58ポイントで川崎チーム。次やるとき呼んでくれます。はい、めっちゃ楽しかった。その前にガレージの方でちょっと。ああですね、はい。楽しいことしましょう。あとお風呂も持ってきますね。はい。やりましょうやりましょう。高稼働。ただヨーラを見てもらう。付きしたからね。いやいや、そうそうそう、邪魔ばっかしてきて。してないし。たまたまこう来ただけ。たまたま、たまたまなんかこの辺が当たるなと、キルスイッチの当たるな。ダメよ。ごめんね。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。水野さん、お疲れ様です。カメラ水野です。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。